鹿児島県立カジキ高等学校は、鹿児島県愛良市カジキ町刈谷町にある県立高等学校。同窓会は、龍門会と呼ばれている。在籍者数約950名。卒業生は大多数が進学する。学校は、島津義弘の終焉の地である、カジキ島津家の館跡に存在し、 隣接するカジキゴ国神社の前に、ヨ広公衆園の地を示す石碑が立っている。また、作家、海音寺長五郎の母校でもあり、本校の食堂近くに文学碑がある。高瀬生徒海鮮原稿者と前提二千十六年五月現在、弓道部は全国高等学校弓道選抜大会に出場したことがあり、九百九十一年、九百九十二年には、 大会2連覇を達成している。また、以前は柔道部が存在したが、しばらく部員のいない状態が続き、2018年には正式に廃部となった。前述の通り、いわゆる進学校であるため、多くの卒業生が大学に進学する。参考として2017年の卒業生の合格者数は、国公立大学合わせて153名であった。 また、そのうち合格者数が最も多かったのは、地元の鹿児島大学で62名である。その他、専門学校へ進学する者も若干名いる。新生高等学校一期卒が1949年卒業。